はい、今日も自主練やりました。最近ね、僕カーブというかスラーブみたいなね、緩いカーブ、横から僕ちょっと投げてるんでスラーブみたいな、まあ僕はカーブって呼んでますけど、そのカーブのね、こう制球がね、あんまりいまいち良くないなっていうのをすごく感じたんで、全部ね、こう明らかなボールになっちゃってたんですね。今日はちょっとその練習をねしました。で、そのただね投げるんじゃなくて、そのまあそもそも根本的にそのカーブの投げ方のこうメカニズムをこうチェックするようなエクササイズとか、感覚をねちょっと取り戻すような練習もしたんで、練習するメニューのね動画を撮りました。まあ皆さんのね参考になればと思います。